はい、3時半、なりました。でね、何かないかなと思ったら、ちょっとすることをね、忘れてました。この前ね、シミュレーターで練習してたやつ、3メーターから5メーター、右にアーチ状に飛ぶやつ、うん、それをね、K110 で、やってみたいと思います。シミュレーターはね、あの時しかやってないんでね、毎日すればいいんだけど、ちょっと今日はね、散歩も多いかな。はい、まだモーターは交換してないんですけどね、どうもね、メインモーターが来月の21日より前に発送しますっていう感じになってるって、なぜか時間かかってます。テールモーターもあるんですけどね。はい、行きます。ノーマル、はい、アイドラップを入れます。はい、行きます。ここからの、ちょっと待てよ、録画入ってる、録画入ってるね。はい、はい、行きましょう。ちょっと危ない、ちょっとちっちゃい虫がいっぱいあるな。はい、アイドラップ。ここから右に、まずホバリングがね、ちょっと安定しないかな。グッと。はい、でここからも、あ、ちょっと離れる。戻す、戻す。はい、戻す。おお、うん、シュミレッターとほぼ同じような動きすんね。はい、今度苦手な左。お、相変わらず左苦手だな、ほんと。はい、戻す。ああ、ダメだ。こっち帰ってこない。ちゅうか、目の前に虫がいっぱいおる。はい、もう一回。左、苦手な左をね、もう一回。今、若干右からそよ風ですね。左。はい、戻す。おいしょ。ああ、戻らんな。でも、まあ、少しはいいかな。もうちょっとモーターパワーあるとな。はい、右。はい、こっちは風上になりますんでね。はい、戻す。はい、左。ほう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 、重い重い。あ、危ない。はい、戻すよ。はい、戻すっと。うん、だいぶ出来だした。ただちょっとパワーが足りない。右。右。はい、ここでフリップ。もう一丁。はい。はい、戻す。おう、おう。はい、左行くぞ、左、左。はい、ここで左ロール。からのまた左ロール。左苦手だけど、だいぶできてるようにはなったかな。はい、戻すよ。はい、戻すと。うん、だいぶできだしたね。ピルフリ。おっとっと、パワーが。でも、やっぱ前半はいいけど、後半が苦手。この前半、これここまでいいけどね、ここで止めるとね、もう次からでできなくなるんよね、なぜか。あーっと、やっぱし後半もう半分で止め出すとね、もうできなくなるんよね。はい、バッテリーなくなるんでね、タイマーが。うん、でも実機で初めてする割にはまあまあうまくいったんじゃないかなと思います。あとは映像がね、途中で止まってなければね、いいんですけど。はい、あ、止まってないですね。あとは映像は綺麗に撮れてたらいいですね。はい、以上になります。